はい、こんにちは。オレゴントレイルを楽しもうぞの会へようこそいらっしゃいました。実に1週間ぶりぐらいになるね、オレゴントレイル実況プレイになるわけなんですが、本日からシーズン2が開幕いたします。前回のシーズン1とは違う年代、違う目的地に向けた新しい旅が始まっていくわけです。ただまあ、いかんせんこのオレゴントレイルというゲームは内容がとても厳しいですからね、厳しいはずですからね。前回ねシーズン1ではその辺の厳しさがちょっと足りなかったような気がしなくもないんだけれども、厳しいはずですから、まあそんなわけでね、今日シーズン2開幕です、旅行ってきますとか言ってね、いきなり今日リタイアしちゃいましたみたいな可能性もなくもない、まあ、そんなところも含めてこのオレゴントレイルの醍醐味でもあると思ってますんでね、今日こうして偶然集まっていただいた皆様方にもぜひ、時間も忘れてしまうぐらい楽しい気分になってね、もらえたら嬉しいなと、そういうふうに思ってます。よし、それじゃあ限られた期間になりますけれども、ぜひ一緒に楽しもう。よし、それでは行ってきます。ゲロン、始まりました。オレゴントレイル骨懐かしいわ。やっていこう、ニューゲーム。よっしゃ。そしたら、前回はね試運転だっていうことで、この辺の設定をデフォルトのまんま旅を始めたわけなんですが、今回はね、せっかくですからこの辺をいじくり倒したいと思います。なんでねちょっと見ていこうか。この辺のね主人公の名前とかもね後からちゃんとつけたいと思うんですけれども、まずは、レベルスっていうのがありますけれどもな、これちょっと全部読んでたら時間がなくなっちゃうんで、ちょっと概要だけ見てみようか。プレイレベルを選択できると、で、この旅先で、ドラマティックエフェクトを起こすと、そのプレイレベルっていうのがドラマティックエフェクトね、なんかあれだよね、新しいゲームが出て時のさ、なんか新機能のなんか紹介みたいにありそうだよ ね。今回のパート3から新搭載ドラマティックエフェクトみたいな、で、グリーンホーンアドベンチャラートラベルガイド、シーズン1では神々くんもねこのグリーンホーンっていうので旅を出たんですけれども、グリーンホーンっていうのが、ワゴントレーンの隊列の、オーディナリーメンバー、まあ普通のね一般人ということですね、一般人、ということですね。で、アドベンチャラー、冒険家っていうのが、ワゴントレーンのキャプテンだっていう話ですね。キャプテン、概要だけな、トレインスピリッツを、街道が、分かれ道になった場合、あなたの判断次第ですと、どちらの道を取るのかと。すごいね。そうか、面白そうですね、アドベンチャラーっていうのはね。なので、全そのワゴントレーンのねに全部影響を及ぼすと言ってますよ、あなたの判断が。さらには、モラルが、ロー落ち込むと、降格させられると、グリーンホーンに。面白いな。で、トレイルガイド案内人、案内人っていうのは、ワゴントレインを、西に案内する 役割だと。まず500ドル支払われると、頭金みたいな感じで、サクセスフォリー、
ワゴントレインを無事旅先に連れていくことができたら、追加で1000ドル最後にもらえると。おお、そういうことか、職人だね。うん、ワゴントレインのモラルが落ちると、クビになりますと。これ厳しいね。なんかゲームセンターのさ、音楽ゲームでいうところのなんかサバイバルモードみたいな感じがしない？うん、まあせっかくだからな、この辺じゃあちょっと変えるか、アドベンチャーにしよう。じゃあね、どっちの道を取るのかみたいなね、判断を、することができるっていうのは面白いよね。それから、前回はね、このバンカー銀行員っていうのでね、旅をしたんですけれども、本当はここで選べるんだよね。説明書にも書いてあったけど、だからドクターとかね、医者とか商人とか薬剤師とかね、すごいね、メイソン、カーペンター、大工、サドルメーカーとかね、ブリックメーカー、うん、レンガ職人、あとはシューメーカー、靴職人、ジャーナリスト、ブッチャーブッチャーになれるの？血に飢えた？あとはベーカー、パン屋さん、テイラー、靴の仕立て屋さん、あ、違う、靴じゃないな、靴じゃなくて仕立て屋さんね、洋服の。あとファーマー、農家、アーティストアーティスト、歌手、あれか芸術家か、一般的なな、うん、そういう歌も美術も全部含めてね、ティーチャー、先生、うん、なるほどね、うん、で、そうか、西に行って開業するみたいな感じになるのな、うん、オキュペーション、おうおうおう、いろいろ詳細が書かれてますよ。バンカーっていうのが最初に2000ドル持ってると。ファイナルボーナス、ノーボーナス。前回ね、エンディングでなんか、ポイントね、出てましたけれど、それに影響するんですね、こうやってかける5とか。うん、だから、ティーチャーが一番難易度が高いのか。うん、だってキャッシュ500ドルだもんな。うん。それから、スペシャルアドバンテージ。おお、すごい。なんだろうな、特権っていう感じか。特権。まあ、ジョブスキルみたいな感じか。バンカーっていうのが、ごめんなさい、バンカーっていうのがトレードスキルっていうのがなんかあったらしいですね交渉技術でしょ。おー、そうなんだ。じゃあ旅先でさ、出会った人たちとなんかこうトレードしたたんびするたんびに、こっちになんていうの、好条件な感じでやらせてもらっていたのか、あれでも。となるとさ、テーブルとかさ、ハーモニカとかさ、条件として出してた時っていうのは、要するにこっちにとって有益な取引条件として提案してたってことか、あれ。うん、でも、後半行けば行くほどなんかさ、お牛を23頭全部くれとか言われてたけどな。そっか、トレードスキルがあったんだ、カミカミくんは。うん、面白いね。ドクターになると、医者になるとメディカルスキルがありますよ。だから、誰かが病気になった時とかに治してもらえるんでしょ？すごいね、これそれぞれいろんな技術があるんだね。アーティストはノーアドバンテージ、あ、ちょっと待って、ティーチャーもノーアドバンテージですよ。ティー、何だから、あ、何、歌手か、まあ、歌手として、歌手と先生は一緒なんですよ一緒なんですよ、 ランク的にはほぼね、まあ、ここ持ってるキャッシュが違うんだけれど、でもアーティストの金持ちなんだ、面白いな。うん、まあこの辺は今回の主人公を設定するタイミングでちょっと決めましょうかね。何はともあれ今回シーズン2ね、これが大事ですよ。出発する年代ね、お待たせいたしました、出発する年代を決めたいと思います。前回はね、この通り1848年に出発したんですが、実際こう選べるんだよな、こうで40年とか60年とか、うん、だからまあそうだな、せっかくだからあれからじゃあちょっともう少し時代を先に進めましょうか。例えば1860年、60年っていうとあれから12年か、うん、12年後のお話にしようか。で、セットアウトフロム、これ出発地ですね、出発地点。おお、これマップ見ましょうか。あ、懐かしいな、これよく眺めましたよね。前回の出発地が、このね、ミズーリのインデペンデンスだったんですけれども、インデペンデンス以外に、これか、セント・ジョセフとか、カウンセル・ブラフスとか、あと、これか、ナウブー、
ナブー、なんかあのスターウォーズに出てこなかったナブーっていう街エピソード2あたりになんか綺麗な街なんだよなナブー、うん、どこにしようか、うん、まあなあ、よりリタイア率を高めるっていう意味でも遠い街にしようかナブー、よしじゃあナブーにしよう今回はな、うん、でトゥスタートニューライフ、今回はどこに腰を下ろすかね、腰を据えるか、これはね僕決めてました、これだけは今回僕は決めてました。今回の旅の目的地はこちらサクラメントにしたいと思います。カリフォルニア、ここですよ。あの前回ね旅の途中でカリフォルニアジャンクションっていうところに来た時にね、こっちに行くかこっちに行くかみたいな場面があったと思うんですが、その時にねなんかね気になったんですよ僕は、このサクラメントが、うん、なんで今回はサクラメントにしたいと思います。うん、なんでナブーからこちらサクラメントへの旅、結構距離があるんじゃない？インデペンデンスからオレゴン、面白いねこれ。だから南から北へだよな、これはその真横だもんな。うん、なんでワゴンは当然コネストーガですよ。うん、こんな感じかな。よし、そしたらだいたいこんなもんでねやっていきましょう。で今回のじゃあシーズン2の主人公を発表させていただきたいと思います。今回のシーズン2の主人公はこの人です。誰かな、今回のシーズン2の主人公はじゃじゃん、アルテミスくんで行きたいと思います。よアルテミス、アルテミス、おおよく来たアルテミス。アルテミスさ、しばらく見ない間になんかちょっと老けた初めて会った時さ確か18歳だったけれど、あれから12年経っちゃったから、30歳ですよ。あ、30歳のアルテミスかあ、そりゃな、まあお互い年を取ったな、30歳か、うん、でアルテミスは30歳になって今何をやってんの何やってんの、医者か、何やってんの、ガンスミス、鉄砲、何やで、カーペ、大工とかサドルとか作って、 何にしようか、何やってんの。まあ前回ねアルテミスの10年後ということで、ウソコメーカーさんのねあの10年後シミュレーターみたいなので、なんかアルテミス君やたら土地を持っていたりしたんだけど、あれ何、テーブルか何かで一発当てただから口癖確かさ、いらっしゃいませだったよね、うん、だからそういう客商売をしてるのね、いらっしゃいませいらっしゃいませって、あら、アルテミスみたいなアルテミスって、お客商売か、なんだろうな、うん、パン屋とかやってそうじゃないパン屋、ベーカリーアルテミスなあ、そう、じゃあパン屋にしようか、面白いから、うん、パン屋さんね、パン、あのカリフォルニアにもちょっと支店を開くっていうことでね、アルテミス頑張ろう、うん、ちなみにちょっと待って、パン屋さんの技能って何、どんな技能を持ってんの、特権、パン屋さんの特権、目悪いからな、パン屋でしょ、どこにある、パン屋、お手持ち750ドル、わ前回2000ドルだから半分以下ですよ、うん、でもスコアは 4.2 倍にしてもらえるんだ。で、特権、クッキングスキルお料理が上手なんだ、クッキングスキルか、これは面白いな。あとはモアフードフロムフラワー、なに、小麦粉からよりたくさん食い物が取れるってことはあれか、小麦粉のなんか使用効率アップか意味あるのそれあ、小麦粉の使用効率アップ、すごい特権だな、これがこの長旅でどう恩恵をもたらしてくれるのか、いいね。でもあれか、ちねるのか、小麦粉を細かくちねって、あ、お米みたいのを作るのか、ちねり職人だな、そっか、いいな、ベーカー面白いな、そっかそっかそっか、いいね、よし頑張れよ、応援するから。よし、それからじゃあこれもオレゴントレイルの醍醐味の一つです。今回ね、じゃあ今から僕が指定するメンバーを
サクラメント、カリフォルニアまで連れて行ってあげてくださいね、アルテミス君。人数をね、もう5人にしちゃう5人にしちゃいますね、何 なんか顔引きつってるけど大丈夫、5人にしちゃう、まず、ね、だから今から僕が指定するこのメンバーをサクラメントまで連れて行ってあげてください。その1人目その1人目はこの人です。マリーベルさん、年齢は16歳。はい、このマリーベルさん16歳をサクラメントまで連れて行ってあげてください、ね、あ、初対面か、マリーベルとはアルテミスは、うん、このね、じゃあ初対面ならね、自己紹介が必要だな。じゃあ自己紹介、このマリーベルさんっていうのは、まあ一言で言うと、元祖ツンデレ娘それからね、お買い物が大好きお金かかるぞ、大丈夫か、手持ち700ドルだっけ、待って650ドルに減ってるけど大丈夫か、アルテミス、どこで50ドル使った、ワゴン、あのワゴン100ドルだもんなあ、大変だぞ、お金のやりくりが。はい、マリベルさんね、初対面ね、固い握手を交わしてね、うん、私マリベル、よろしくね、ね、可愛い子でしょ。はい、次、はい、僕が指定するこの人をサクラメントまで連れて行ってあげてください、GABO、ね、ガボ、ガボちゃん、年齢は、8歳。はい、ガボちゃんを、サクラメント連れてあげてね、ね、自己紹介するとこのガボちゃんっていうのは、ちっちゃいんですけど、ちっちゃいんだけど、毒舌と、ちっちゃいけど毒舌ね、気をつけろよアルテミス、舐められちゃダメだからな、うん、あとそれから、ギャンブルが大好きです覚悟しろよ、気をつけろよ、うん、はい、自己紹介ね、握手して初対面同士ね、うん、ガボ、かわいいだろ、うん、次この人をサクラメントに連れて行ってあげてください。その人の名はメルビン、メルビン、60歳この人は、一言で言うと、エロジジイですエロジジイです。大変だと思うけど、連れてってあげてね、よろしくお願いしますよアルティミス殿ね。まあね、大人ですからね、この3人の中ではね、一番、うん、エロジジイとか言え。はい、次、4人目の同行者は、この人、アイラさん、アイラさん、18歳です。はい、アイラさん、セクシー系姉さんです、あと、M 系が強いですよあのね、意外とアルテミスとね、馬が合うかもしれないちょっとどういうことよ、よろしくね、アルテミスくん大変だろ、きついだろいや、いろいろと、最初のうちはきついと思うけれども、うん、後々慣れてくるから、うん、あとだから、意外と気が合うかもしれないから、アルテミスとは、うん、ね、アイラさんです。で、次、最後、5人目ですね、最後の人、この人をサクラメント、カリフォルニアまで連れて行ってあげてください、その人の名前は、川村さん、16歳です自己紹介するとこの人は、くぐもった聞き取りにくい声の持ち主, 笑ってしまって最後噛んじゃったけど、くぐもった聞き取りにくい声の持ち主、あとあんまり絡まない方がいいから、この人めんどくさいからなんだと、おい、めんどくせえってなんだよ、お、よ、あ、こんにちは皆さん、はじめまして、川村と申します、16歳ですなんだよ、
自己紹介ちゃんとさせろよ。川村です。PR はマリベルが大好き。これ正式なプロポーズな。めんどくさいだろアルテミス。ね、とりあえずこの5人、この5人を、連れてってあげてね。お前がリーダーだからね、しっかり仕切ってください。何不服そうな顔して。え、こんな知らない人を連れて行きたくないって。どうせ連れて行くなら家族とかを連れてってあげたかったって。バカ者バカ者、その言葉をな、僕はそっくりそのままお前さんに返してあげたいわ。わしだって家族連れてきたかったけど、アルテミスを連れて行こうとなったんだから。あ、これはもう経験だからな。どうせ暇にしてたんだろ、30歳アルテミスかっこ30な。これはもう自分の成長につながると思って頑張って仕切って。前回の僕の立場だからな、リーダーっていうのはな、ね、リーダーをやるのは大変っていうことも知ってもらいたい。うんな、この5人連れてってあげてね。よし、アルテミスこんな感じかな。よし、じゃあやっていこう。アルテミスの、オレゴントレイルシーズン2開幕です。イエイ。ちょっと物悲しい音楽が鳴ってますけれども、プロローグ、アルテミスのプロローグが楽しいな。アルテミスはベーカーで、ナブーに来ましたと。でサクラメントへの旅を始めると。1860年、コネス島がワゴンを持っています。だけれどサプライを購入、したいと、ナブーを、いろいろと見て回りましょうと言ってますね、うん、よっしゃ。おー、なんか景色違うね。やっぱインデペンデンスじゃないもんな。あ、いきなり人物発見。じゃあアルテミス、こっからお前頑張るよ。僕はあくまでも傍観者として、君の旅を、優しく天から見守りますよ、うん、いやー、いい音楽だな。じゃあ挨拶して。 Good day to you, friend. I'm new here in town. I'm making ready to head out on the trail west. さあアルテミス、どうしたアルテミス、何、英語がわかんないって、マジで何、翻訳してほしいってこんにちはって言ってるだけだよ。こんにちはって言ってるだけだよ。だからちゃんとこんにちは言いなさい、アルテミス。なんでこんなことまで教えなきゃいけないの、僕が。ああ、so you're doing the same. Well, maybe we can link up with the same wagon train. お、同じワゴントレーンでじゃあ旅ができたらいいねと言ってるよ、アルテミス。なあ、よかったね、親切で。ね、最初になった人物が親切で本当によかった。お、トレードとか言ってるけど、まあ今何も持ってないもんな。アドバイス。I wouldn't start out with less than, say, 400 pounds of food per person. Of course, how much you can take depends on how big your wagon is and how many draft animals you got. なんかすごくいいこと言ってくれてるよ、アルテミス。ん？何？なんて言ってんのって？なんて言ってんのって？妙になんか人懐っこくなったよな、30歳になって。一人当たり食料を400パウンド必要になりますよと。目安を言ってくれてるよ。一人頭400パウンドだから、今回の旅お前含めて5人いるから 5×400 できるよな。うん、何 5×400 分かりませんってバカ者はい、で、ドラフターにもある、うん、ワゴン引く動物の数にもよるけどねって言ってますね。うん、じゃあアバよと。いやー、面白いね。じゃあちょっと回ろうぜ、この辺の。The merchants here in town offer basic packages of supplies based on the size of one's party and estimated length of journey. Of course, you can shop around on your own or add to the basic set. So, which package would you like? さあ、アルテミス、あれだよ。初心者パックの提案してくれてるよ。このバーンズさんみたいな人が。ここにね、4ヶ月分のパックと5ヶ月分のパックがあるんだけど、アルテミスの、ね、今手持ち650ですよ。650。これ買っちゃったら終わりだよな。うん。どうする？買う？買うって？おう。4ヶ月分な？ 4 ヶ月分。うん。で、あと買い足せばいいよな。うん。頑張れよ。よし。お、ナブーホテル。あ、夫人さん。How you doing?
元気いっぱい。あれこれバケツリレーのおばさんじゃない？バケツリレーのおばさん見た。おお、みんな優しい。じゃここ入ってみようか。うん、あ、ちょっと待って、この人覚えてるよ。この人ルンってやってた人でしょ。ルンの人でしょ。おー、コメントありがとうございました。ルンの人だ。さあ何言ってんの。あ、ベーコンってるよ、ベーコン。おーし、じゃあ頑張れよアルテミス。うん、ベーコン、ベーコンは必要だよな。うん、よし、ベーコン買おう。どんぐらい買うの。すまへん、アルテミス、なんか仲間がなんか言ってきてるよ。あし、ベーコンよりもね、ステーキが好きなんだわ。ダメ、ステーキ買ってくれよアルテミスさん。ほら言ってるしきれよアルテミス。怖がるなよそんなに、川村さんのこと。ねえアルテミスさん、私プリンが欲しいんだけれど。プリン買って。ほらちゃんと仕切んないとこういう風に不満不平が出るんだから。あ、よし、そんな無視だからな。そこは毅然と、毅然とした態度で、忽然とした態度で接するんだぞ。よし、なあ、ブランケットとかも買ってな。まあ4ヶ月分の物資だから今5月でしょ。で9月まで、だ途中1箇所で旅の途中で寄らないとな。これで最後までって難しいよね。うん、キャンディー、キャンディー言ってるよ。ガボちゃんとか好きだよな、キャンディーな。うん、ガボ。あとは、あ、トランプとかもいいよね。うん、あ、エプソムソルト、これでな、誰かさん救われたよね何回も。うん、あ、すごいね、ドライフルーツがさ、初心者パックに24サックも含まれてたんだけど、すごいね。私レーズンとか NG なんだけど。レーズン NG って言ってる子がいるよ。よし、ハンマーとかいいんじゃない。うん、フライパンも買おうか。あとはそうだ、これ買うのもいいんだけど、ちょっとキャンセルな。最初にさ、あれだよな、お牛を買わないといけないよな。お牛、これか。おう、お牛、お牛必要だよな。手持ち金が少ないもんね。これだって19頭買ったらほとんどなくなっちゃうもんね。ほとんどなくなっちゃう。どうするアルテミス。え、10頭10頭か。僕はもうちょっと買った方がいいと思うんだけどな。うん、10頭な。おう、この辺も買おうか。ヘイヘイ買おうか。ヘイ、わら、うん、わら結構高えな。わら高えな。20わら買って109ドル、でお牛10頭買って110ドル。すごい高いんだなわらって。半分ぐらいにしとこうな、アルテミス。これはきつい旅になりそうだな。うん、あとはスペアのいるだろうなあ。うん、まあこんなもんかな。でこんだけ買っちゃうともう他に何も買えなくなっちゃうね。かっこいい。なんか赤い帽子で M って書いてあったらなんか誰かさんに似そうだよね。よし、この辺が大事になってきそうだな、アルティミスな。この薬とかだから、前回お世話になったようなものね、この辺買おうか。長旅だもんな。ほとんど今のとこさ、気づいたけど僕が仕切ってないか、アルティミス。大丈夫。無理があるかこれ。無理ある、無理ない、大丈夫、やっていける、アルティミス頑張れよ。無理があるだろう、俺を主人公にしろ、俺を主人公にしろ。川村さんはもう十分やっただろ。川村さんは十分やっただろ。主人公は他の人に道を譲りなさい。なあ、よし、タバコ買おうな、アルテミス。
ペアミントも買っとくか。うん、体温計もな。うん、そうだよ、川村さん独占しすぎだから。でね、あのアルテミス、僕が前回気がついたことを一つ言おうか。前回ね、僕気がついたことがあってさ、あの後半、特に後半顕著だったのが、あのね、お砂糖の価値、もうエリクサーとか言ってるよアルテミスダフィーさんの、ダフィーさん印のエリクサーっていうのが売ってるぞ。ダフィーさんっていうのは一体どこの馬の骨かわからないけれど、買ってみるか、ダフィーさんのエリクサー。ああ、万能薬だよな、エリクサーっていうと。うん、あとね、イオダインっていうのが売ってるよイオダイン買おうか。うん、そう、前回気がついたことなんだけれど、お砂糖気づいたか、アルテミス後半さ、やたらお砂糖がさ、交渉の時にすごくいい条件のものと交換してもらえたんですよ、お砂糖。今回もお前お砂糖いっぱい持ってた方がいいんじゃないか。うん、お砂糖はね、いっぱい持ってた方がいいけれど、仲間にしゃぶられないようにちゃんと管理しろよ前回オーガスタがすごい砂糖しゃぶってたからな。今回でいうところの一番怪しいのはガボ一番怪しいのはガボ、次に怪しいのがメルビンメルビン、意外にな、意外にメルビンが怪しいから。あの二人ちょっと要マークな。うん、お砂糖売ってる？お砂糖売ってねえな、お砂糖。あ、売ってた。あ、でもだいぶもう十分持ってるね。あとはね、洋服な、あ、これだ、あの樽、水の樽、水なくなっちゃうとまずいもんな。うん、あ、ウィンターコートとかあるけどこれいいよな、まあね、買っとく。ウィンターコート3着しかないけど、3着、あ、しかもお金が3着分ないと、じゃあダメだな。私ウィンターコート欲しいんだけど。言われてるぞ、何、一着買ってあげてって。ダメだよ、そんなにマリベルちゃんに惚れたら俺すごいドロドロした三角関係生むんじゃないぞアルテミス。よし、じゃあウィンターコート一着な、もうお金ないし。うん、あとは何、テーブルが買いたいってアルテミス。テーブル売ってないってよ、ここテーブル、残念ながら幸運のテーブル売ってないって。うん、残念だったな。ここで売ってる？ファーニチャー、テーブル、あ、売ってる売ってる。じゃあテーブルな、アルテミス、テーブルな、ああ思い出のな、テーブル。うん、こんなもんか。うん、こんなもんだろうな。よし、じゃあいい人間、の塩梅になりましたのでねじゃあこのね状態で旅に出ましょうかな。多分セーブできないんだろう、多分ね、できないんだろう。だからちょっと先に進まないとな。よし、これだ、あ、出た。さあアルテミス、どれにする？ワゴンが8つの25人のワゴントレインか、41っていうのがあるけど、最大でどれにする？まあ、前回ね、教訓っていうか、僕のね、旅日記、後で旅に出るときに渡すけれど、相当ね、他のワゴンから出る、あの、砂煙に僕らは悩まされたから、うん、このぐらいがいいんじゃないのか？ん、なに？うんうん、そうするって？お前がリーダーだろ。お前がリーダーだろ。うん、まあ、最初のうちはしょうがないか。最初のうちはな。うん、わかった。じゃあ、トレイン2にしようか。よし。よし、ここでセーブできる？できる！よし。じゃあ、楽しいアルテミスくんの、シーズン2、第2章ですね、どうなっていくのか、この後ね皆様と一緒に、見守っていきたいと思ってますんで、また、ご興味がありましたら次の動画にもぜひ遊びに来てください。よろしくです。それじゃあまたね、さよなら、おやすみ。